こんばんは。ハゲカキンです、なかなかテンションが皆さん上がってないようなんで、ちょっと出るのやめようかなと思って大丈夫ですか？はい、乾杯。新幹線で見たいけど、はい、新幹線の中でずーっと YouTube、逆転満塁サヨナラのホームラン絶対嘘でしょ、絶対嘘でしょ。いや、ちょっと話持ったけど、でも見てたこの審判はこういう風に見てから沈むんです。沈むということは視線がぶれるから低いボールってのは低く見えちゃうんです。だから低めのギリギリのボールは意外と取ってくれない審判です。僕はそこまで計算して野球やってたんです。さすが、なんとも言えないですよ。でも、もう本当だから真っ白って言えば真っ白なんですよ。で、やらしい話をするならば、あのね、僕ね、打っときながら打ったことよりもやっぱ優勝できたことがすごい嬉しかったんですよ。やっぱ阪神時代の6年間いて優勝も何もできず2軍にいた、そんな人間が来た1年目にパ・リーグで優勝できたってことがすごい嬉しくて、だからそのホームランというよりもその優勝できたことが嬉しい。その中で自分がベースを一周回ってる、俺なんで喜んでんねやろっていうのが本当の気分だったんですよ。であの時にその優勝して、あの一応あのテレビとかやっぱ特番がすごいあるじゃないですか、生で、うん、あの時ちょうどこの下ら辺のにちょっとブースがあるんですよ、この外野の。そこに各テレビ局が、スポルトとかなんかいろいろ入りながら選手がここに来ていろいろ生放送したんですけど、僕の席だけが全部手書きなんですよ、北川選手。他の選手はもうみんな来るっていうの分かってるから、ヨース選手、中村典選手ってこうプリントされたやつが貼られてるのに、僕だけは全部北川選手手書きぐらい僕はそういうことをしてしまったんだなっていうのがあったんで、だから本当にこう何とも言えない気持ちでしたね。年重ねることにやっぱこういういろいろ言われて、やっぱ俺すごいことしたよ変なこう満足感があるというか。でもね、でもね、力がなかったらそんなことはできませんよ、皆さん。いやいや、もう力があるんですよ。そうなんですけど、そうなんですよ。でもやっぱ運がやっぱ一番あったのかなと。だからってね、パ・リーグに行けて近鉄に行ったからこそその優勝ホームランを打てたわけですから、阪神出してくれてありがとうってなるじゃないですか、ね、だから本当にもう幸せなひとときでしたもんね。どうやったらプロ野球選手になれるか、そうなぁ、運いやでもやっぱりこうまず一番大事なのは野球を好きで居続けることだと思うんですけどね。今当然野球好きでしょ、でもこれからやっていく中でどんどん難しいことをいろいろ覚えていかなきゃいけないっていう中で、それでも野球をずっと好きでいたら絶対上手くなるから、そしたら自然とプロ野球に行く道は近くなると思います。その中であとは運ね、そうだと思うんですけどね。とりあえずやっぱずっと好きでいることだと思います、はい、あとはね、自分に自信持つことだ。あ、まあそうですね、一番ね。ただその自信を持つためには、適当なことだったり、いろいろしたら自信持つ。そう、それは自信じゃなくてただの過信。そこをやっぱり間違えないようにしない。自信を持つためには何をするかね。あの王さんなんてすごいこと言ったよ。努力ね、みんな努力するって言うでしょ、ね、最近ではやっぱりね、報われない努力もあるというふうに言われるわけですよ。でもあの世界の王さんはこう言いました。報われない努力は努力じゃないんだ。それはね、そのことだけを言ってるんじゃなくて、要するに自分自身がやってきたことを信じれないんであれば、それは努力じゃないとね。だから自分自身の力を信じるためには、常日頃から準備して努力を積み重ねていきなさいよ。努力にやりすぎは絶対にないから。
頑張ってね。で、プロ野球選手になるドラフトにかかるときに俺に連絡してな、その時俺がちゃんと代理人でやってやるお名刺いただきます。代理人のフィーは 5% でいいよ。いい匂いです。あ、すいません、48番。48番の方、先ほどの思い出させていただいた。34番の方、めっちゃ走ってきたやん。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、どうぞ。あ、ええやん、これ。43番。おっ、惜しい。43番。はい、それ女性の方、ありがとうございます。嬉しい。あ、ユニフォームはでも坂口ね。次は次はもう早く帰ってきてほしいディクソン投手のボールですね。ディクソン投手のロッカーはめっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗好きです。トントンです。でも物がやっぱディクソンの方が少ないんで綺麗に見えます。53番。ありがとうございます。よかったよかった。いいピッチャーになるんだぞ。安いです。安いか。いや、まだいろんな道はありますから。次はあの、ラミちゃんのサイン式。おー、すげえ。ラミです。27番。ありがとうございます。ありがとうございます。ラミちゃん、ほんまもんじゃないです、レプリカ。でも再入りで、再入り刺繍もされてるね、猫のね。これ結構当たったらすごい嬉しいです。かなりいいものだよね。いきます。16番。おはようございます。おはようございます。先ほどもお会いしました。ですよね。あれです。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。もうそれ足立の脱いでそれ着なきゃダメだ。